はい、こんにちは、こんばんぬ、リオララです。今日はじゃん、美味しそうな明太餅グラタンを食べながら喋ります。何を喋るかと言いますと、マジで決まっておりません。なんかオタク、オタクなんやったらなんかおたともと喋ってる感じで見てください、この動画。あっつ、あっか。私結構映画とかドラマとか好きで、ネットフリックスとかアマゾンプライムで一気にあの映画とかドラマとか見たりするんやけど、なんかめっちゃ俳優さんってかっこいいやん。例えばその菅田将暉さんとかも女子みんな好きやし、私やったら塩顔が好きやから、坂口健太郎さん、山崎賢人さんとかもいっぱいいろんな俳優さんを見て、かっこいい、めっちゃキュンキュンするって毎回絶対なんねやんか。めっちゃかっこいい、ほんまにかっこいいってなった後に、ゆうとくん見たら、なんかこの人やみたいな、なんて言うやろ、なんか家族を久々に見た感覚になれへん。これ私だけなんかな。なんかさ、ゆうとくんと私は身内でもない赤の他人ファンとアイドルの関係やのに、ゆうとくん以外の俳優さんをブワーって見た後にゆうとくんを見たら、謎の身内感みたいな。カウコンの時と一緒や。カウコンの時にさ、時短のグループがさ歌ったら謎の身内感じゃない。コンサートでキャーキャーって騒ぐみたいな感じじゃなくて、頑張れみたいな、お、その曲ですね、どうぞどうぞ聞かせてあげてください皆さんにみたいな謎の身内感生まれるような、あれ。なんかさ、昔の現場の思い出語っていい？リアカカーニバル2016ぐらいまでは全く知らない人と手紙交換してた。なんか現場ってあるやん、手紙交換みたいな。仲いい子と手紙交換するとか、お菓子交換とか、まあ、写真を撮るとか、色紙交換とかいろいろあったやんか。私もあの2016年ぐらいまではやってて、フォロワーさんとかで現場でこの日参戦する子お菓子交換しましょうとか、色紙交換しましょうとか言っててんけど、おたともっていうおたともがマジでおらんくて、同じ参戦日の子を探していきなりなんか手紙交換しましょうみたいな言って、仲良くもないのにいきなり、仲いい子と手紙交換するとかやったらわかるやんか。で、いざ手紙書くやん、現場で会う全く知らん子に。何も書くことがない、うん、何も書くことがなくて、私な、確かアットマークでユーザー名さんへ、はじめまして、今この手紙を読めてるってことは会えたってことですね、とても嬉しいです、次も公演が被ればお会いできることを願ってます、以上みたいな、ちょっとしたメッセージカードに書けるみたいな、それをわざわざレターセットに書いて、もうなんか一行明けとかで書いて、あ、どうもみたいな感じで、あ、こちらですとか、全く知らんこと手紙交換してた過去がある。今思えばそれもいい思い出やなって思うな。私も子さんっていうほど子さんじゃないし、ジャンプのコンサート初めて参戦したのがジャニーズワールド感謝祭2013年の3月30日やから、まあ中堅やとは思うねんけど、中堅がね、こんなこと言うのもあれやけど、その時は今の量産型みたいな子はマジでおらんかったやん。なんかふわふわのコート着て、なんか金ブレ持ってみたいなオタクって、まあ、ほぼゼロやったとは思うし、セーラーとかチュチュとかつなぎがもう大量におる感じやったやんか。で、それが完全に今はさ、まあ、ほぼほぼゼロではないけど、ちょっと消滅しちゃってるやんか。で、今ほんで量産型とか茶色のね、茶色のニット系が増えてるやんか。3年後とか5年後のオタクどうなってんねやろうと思えへん。量産型もまあブームみたいな感じやんか。5年後とかになったら、あー2019年2020年は量産型が流行ってたよな、ようおったよなって言ってそうな気すんもん。何が流行ってんやろ次、どうしよう、全身タイツ流行ってたらもう泣くで、リオ。想像つかんな。私の予想は何やろ、ビキニ参戦が大量発生してるとか、全身タイツが大量発生してるはさすがにない。誰かしら止めてる。一周回って一匹袋がまた到来してきてるとか、再ブレイクみたいな。いやー楽しみやな。5年後も私はもう絶対にゆうとくんのオタクはしてることは変わりないんで、この動画見てくれてる人で5年後もオタクしてるって方は一緒に答え合わせしましょう。どうしよう、全身タイツやったらもう泣くで、マジで。じゃあ5年後どういうグッズが出てるかって予想していこう。なんかないかな、抱き枕とか出てほしいんやけどこれは予想というより願望です。てかさ、思うねん、コンサートでうちわで応援するシステム考えたん誰って思えへん。だってうちわってそもそも仰ぐためにこの世に存在してるわけや。それを仰ぐものではなく応援するものとしてコンサートに持って行き出した人誰？金渡したい、ありがとうございます、助かってます。世間が思ううちわとジャニオタが思ううちわ
頭に思い描いてるもの全く違うと思う。世間が思い描いてるうちわは暑ーとか言って夏に仰いでるようなうちわ、オタクが今思い浮かんでるうちわ、超謎にレースとかついてます、うさ耳ついてます。昔まずそもそもデコうちわあんまおらんかったよな。しかもデコうちわも年々進化していってる。これこそデコうちわとかってね、最初はこのシールみんな使ってね、多分これ知ってる人いっぱいおると思うけど、このロフトかな、これロフトで売ってるやつかな、確かロフトで売ったらこのフレークシールがあんねんけど、みんなこれデコうちわといえばこのシールみたいな、あの担当の周りにブワーって貼るっていうブームが急に来て、その後に謎に耳つけ出したよね。みんなどん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 進化していってる、どん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 すごい立体になっていく。あとマジで思うけど、ハンガーはマジでジャニーズグループ全グループ出した方がいいと思う。ハンガーはマジでみんなめちゃくちゃ大事にしてるし、ハンガーマジで全グループ出した方が儲かりますよ。金の話やけど、なんかさ、いやデクウチはもさ、まあ、年々進化していってるって言ったやんか。まあ、最初はレースとかこのハートのフレークシールから始まって、なんかいろいろストーンつけ出してうさ耳がやってきて、ティアラとか100均で売ってるティアラとかつけ出したり、どん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 進化していってるやん。で最近で言ったらおしゃぶりつけてる人とか、なんかで見かけてんけど、次何が来るやろ、次のブームちょっと考えよう。次デコウチはに何がつけられるやろ。帽子とか、こういうガチで人間がこうやってかぶる帽子をもうここに貼り付けちゃうみたいな、いやちょっと難しいかって思うけど、ジャニオタならマジでやりかねん。うちわを仰ぐものとして扱ってるジャニオタ今まで見たことない。人として扱ってるから、うちわのこと。あ、わかった、リカちゃん人形とか次来そうじゃない。リカちゃん人形ありえる。どうしよう、リカちゃん人形じゃなくて日本人形を貼り付ける人出てきたら、こう好きなキャラクターのぬいぐるみをこうやってくっつける人も現れそうってふと今思ってんけど、多分もうおるんじゃない。今ちょっともしやってる人おったらコメントしてください。もうね、もうメインキキララこれでもやっぱり思うのが、年々グッズはクオリティほんまに上がってると思う。実際だって昔のグッズでめっちゃお気に入りのグッズだらけやけど、なんか昔と比べたらタオルの質感が良くなったりとか、そういうのやっぱりなってるから、だからほんまに5年後とかになったらパンフレットとか辞書とかになってるかもしれない、うん、辞書がどんだけ重たくてもオタクは買う、 100% 買う。なんかゆうとくんが購入したものをもらえるなら、ほんまに BB 弾の一粒でもいい。そのゆうとくんが購入した1000粒の BB 弾のうちの一粒もらえるなら、その BB 弾にマジで5万円を払うで。ほんまにこれ嘘じゃない、マジで持ってない。ゆうとくんの手の上で存在したい BB 玉なら5万で買います、一粒でも。何言うてんねやろ私、頭おかしいわ多分。私ね、オタクじゃない子たちにマジで金遣い荒いとか金の使い方おかしいとか言われるけど、今見てくれてる人オタクの方多いと思うけど、オタクの方なら共感してくれると思う信じてる。ジャニーズの未来予想、まあ、5年後というか10年後のジャニーズのグッズに iPad とか出てきたらどうする。いやでもな、ゼロじゃないと思うねん。だってもう日本の進化ってすごいから、今のグッズに iPad、 普通の iPad と何が違うかって言ったら、デザインが平成ジャンプのロゴがついてる iPad みたいな、ロック画面とかホーム画面の初期設定が平成ジャンプの画像みたいな、あのいやないやろって思うやろ、私もちょっと思ってんでないやろって思ってるけど、日本の進化ったらすごいからありえるねんな。冷蔵庫とかグッズで売り出したらどうする？電子レンジとか、グッズに電子レンジが出たとしたら、電子レンジのチンっていう音がジャンプとかっていう音に変わってるみたいな。で電子レンジってさ、こうスタート押したらさ、ブーンみたいな言ったりするやんか。それがもう真夜中のカブになってで曲流れるみたいな。電子レンジなんかグッズに出しても売れませんよっていうね話にはなると思うねんけど、大丈夫です、オタクは電子レンジでも買います。なんなら3つ買いします。なんかすごい話まで言ってもうたな、グッズで電子レンジ出るんじゃねっていう話。あ、ちょっとここでちょっとカメラのバッテリーがないんでここで終わります。また未来のジャニーズのグッズ予想大会をしたいと思います。ありがとうございました。
この動画がいいなと思ったら高評価、良くないなと思ったら低評価、チャンネル登録してない方はチャンネル登録お願いします。以上、リオララでした。バイバーイ。